どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザベトです。今回はなかなかランクが安定しない伝説隊を安定させるためにしたこととなります。サーモンランをしていると一度は壁にぶつかるのが伝説隊のキープかなと思います。伝説隊になってくると敵の脇の速さも変わりますし、納品数も上がってきますので失敗率が上がるんですよね。自分も最初の頃、伝説隊は武器によって左右されることが多かったので対策はかなり考えました。そこで今回は伝説隊でランクを安定させるために徹底したことや注意したことを紹介していきたいと思います。少しでも伝説隊の安定につながるヒントになればと思いますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず前提条件から話をしたいと思いますが、まずは下がっても続けるようにしてください。サーモンランにおいてですが、バンカラマッチなどと一緒でその環境に慣れるというのはとても大事なことです。上達する上では環境慣れが一番楽なんですよね。敵の数に慣れてしまえばそれだけ処理能力が上がります。実戦経験とも言えますが、続けないうちは後ろで誰かに教わらない限り上達は難しいなと思いますね。僕自身もサムランでノラ900を超えるまでは毎日プレイしていたので、このあたりは大事なことだなと思います。やっぱ実戦に勝るものはないですね。たまにプレイしたから伸びるというものでもないので、よかったら続けてみてください。では前提条件も話せましたので本題に入っていきたいと思います。1つ目の安定感を上げる要素は、納品は1人で終わらせるです。全部しろというわけではなく、そのぐらいの気持ちという話です。まず安定しない一番の理由は納品不足によるタイムアップです。どんなに大物を倒しても納品できなければクリアにはなりません。特にノラバイトの場合、伝説隊でも合計10納品いかない味方はたくさんいます。そのため自分が生存をしつつ納品を達成しない限りは安定したクリアというのは正直厳しいです。これに関してはレート500くらいでも見かけるくらいです。ランダムでパーティーを組む弊害と言えますが難しいんですよね。そこで大事になるのが、自分で納品を大量に入れる力をつけるということです。大物の処理もしつつ納品もこなすというバランスが大事になります。まず大物の1に対して納品1というのを目指してみましょう。慣れてくれば1対2の割合で納品を1つ多めにしていきます。余裕があればモグラや鉄板はカゴ周りに寄せて一気に稼ぎましょう。まずはここからやることが大事です。また海岸沿いにイクラが大量に溜まった場合は、イベントの竜巻のように中央に寄せておきましょう。そうすれば回収するまでの距離が短くなりますし、何より海岸沿いでのデスが防げます。これをするときはシャケたちに囲まれないように注意し動きましょう。少しでも囲まれたら逃げることが大事です。このようにして納品の効率を上げていき、少しでも納品数を伸ばすようにしましょう。ノラバイトで味方に納品を倒ると安定はないと思ってください。2つ目の安定感を上げる要素は、大物の処理の精度を上げるということです。処理能力は非常に大事です。例えばですが、事故の起きやすい爆弾で話をしていきたいと思います。この爆弾くんは難易度的なこともあり、ちょっと寄せやすい大物だと思います。モグラや鉄板と並んでよくカゴ周りで見ることが多い相手ですね。ですが巻き添えを食らって死にやすい相手とも言えます。その理由なんですが、爆弾の攻撃チャンス時間にエイムをしっかり当てきれないことが原因で起こる事故が多いからです。チャージャーがいてもチャージャーが当てれないとかいろいろありますね。これには武器のダメージ計算などいろいろ要素はありますが、爆弾に対しての処理能力が足りないっていうのが言えます。極端に斜め上を向いて当てるっていうことが条件としてありますからね。また爆弾は胴体が無敵のため、近くの雑魚シャキがいると邪魔されてエイムが合わせづらくなります。どこでも攻撃が狙える雑魚シャキと違って、大物は弱点をしっかり狙う必要があります。どんな足場や状況でも処理しきれることが大事になってきますので、処理の精度をしっかり上げるっていうのは大事です。
このあたりは経験値を貯めることが大事ですので、試し打ち上で大体の高さなどは確認できます。こういったものを使って経験値も貯めましょう。3つ目の安定感を上げる要素は、ウェーブ2以下でもスペを使うということです。安定するにはウェーブ2クリアは必須となります。ある程度のレートを上げる作業をするときは、いかにウェーブ2以下で失敗しないかが大事になります。逆を言えば、失敗してもウェーブ2はクリアしてれば問題ありません。その点を考えると、スペシャルをウェーブ2まで使い切るのは悪いことではないと言えます。むしろ大物の湧き方が悪かった場合、どんなに頑張っても失敗するということは多々あります。タワー、鉄球、肩パッドばかりとなった場合は、そもそも運ぶこと自体が大変ですし、処理も大変です。こういった湧き方をした時、いかにクリアするかが実力の問われる部分になります。ですが、そもそも伝説慣れしていない場合、武器一つで安定して勝つのは難しいんですよね。そこで確率を上げるために使うのがスペシャルになるわけです。もったいなくてウェーブ3で使いたくなるとは思います。ですが、使わずに失敗して終わったらそれこそ無駄になります。まずはスペシャルを温存するというのは一旦忘れて、しっかり使い切ることから考えていきましょう。ウェーブに関係なくスペシャルが使えるということは、使うべきシーンが分かっていると言えます。ぜひスペシャルを使う機会と思って使っていきましょう。4つ目の安定感を上げる要素は、雑魚鮭をしっかりさばくことです。サモランで一番デスする確率が高い理由だと思います。正直なところ、納品を頑張っていたり大物をさばききれていても、雑魚鮭の処理が遅れるとどんどん押し込まれてしまいます。序盤めちゃくちゃ有利だけど、後半なんか辛いんだよねとか、僕のタワー倒したいけど前に行けないという時は、だいたい雑魚鮭のせいです。理由としては、雑魚鮭に対して処理の優先度が低いことが挙げられます。実際に伝説で失敗するとき、雑魚がめちゃくちゃいます。編成が弱かったり、雑魚処理担当が大物に夢中だったりすると、処理スピードが落ちてしまって負け筋になってくるんですよね。さらに大物の周りにも集まっていることが多くあるので、大物の弱点も尽きなくなります。鉄板とかヘビなんか邪魔で倒せないなって言ったら、だいたいこれです。ある意味、雑魚鮭は大物たちの動く盾と言ってもいいくらいです。特にドスコイなんて硬すぎますからね。そのため、大物の盾を剥がすイメージで、しっかり雑魚鮭を処理することが安定につながります。安定した大物を処理をするために、雑魚を倒して場を整えるようにしていきましょう。雑魚がいなければ、大物を倒した後も余裕で納品ができますからね。いくらキャノンで中央に寄せる余裕ももちろんできます。今回は安定するための要素として4つ紹介しました。ですが、安定する実力をつけるためにはやっぱり続けることが大事ですね。その続ける中で下がることっていうのは正直当たり前なことだと思います。このレートが下がることに対してプレイを止めるということをすると、実力は停滞するなと思います。下がるのは単純に足りない部分があった、または野良との連携が取れなかった、編成が悪かった、理由は様々です。下がることは成長している証でもありますので、しっかりと楽しんで続けてもらえるといいのかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。なかなかランクが安定しない伝説隊を安定させるためにしたことはいかがでしたでしょうか。サモラン自体はマップや武器が変わるので難しい要素が多いと正直思います。それに加えて敵の湧き方やイベントもランダムですからね。臨機応変な対応が求められるいいゲームだと思います。ですが、そんなランダム要素が多い中で安定するためには、勝つために大事なことを抑える必要ももちろんあります。そのためにも継続してプレイして実力を上げつつ、安定する方法を見つけていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。